中日はカルロス・モニエル外野手とクリスチャン・ロドリゲス内野手と基本合意に達した。11日キューバメディアペロータクバーナ USA のミゲル・ヘルナンデス記者が伝えた。モニエルは右投げ右打ちの外野手、ロドリゲスは右投げ右打ちの遊撃手だ。昨年に台湾で開催された WBSCU23 ベースボールワールドカップに、共にキューバ代表として出場していた。まだ懲りてへんの？ロドリゲスがまた入団。育成してる場合か？もうキューバはやめた方がいいんじゃ？っていうか、まだ監督に、居座るつもり？立浪まだやるの？いい加減お前に潰された選手の人生も考えろ。もう遅いわ。キューバから来る選手って亡命目的で来る選手も何人かいるよな？外国人ばかりいらない。またキューバか。同じこと繰り返さなかったらいいな。俺はいろいろ考えてるんだ的な立浪のパフォーマンスにしか見えん。なんでこのタイミング？この球団が取る外人は安いだけで全く期待できない。無駄遣いが好きな球団やな。選手が求めているのは選手補強でなく米や。しっかりと米を食べさせてあげて。立浪の解任が一番の朗報なんだけど、いくら有望と呼べる選手を補強しても来年も立浪では。現段階で多少打てなくても打つ方は監督が必ず何とかするらしい。二人ともやる気満々で来日したら、お米がなくて衝撃を受けないか心配。それにしても世の中には、ロドリゲスとマルティネスという名前が多いな。これも宝くじみたいなもの、当たるか当たらないか使わんとわからん。まだやる気あるんかいな。立浪、もうええやろ、いい加減諦めるか二軍監督からやり直せ。何をやってもダメな監督のイメージがついてしまったから、これ以上無理だと思うわ、選手はついてこないだろう。立浪が辞めた方がドラゴンズのため、選手のため。有望株を使いこなす指導力を立浪が持ってるんか。またジャリエルの二の舞になるぞ。もう立浪は何をしても無駄やって。アガ君なら退陣してくれ。